どうもタブヤンです。桃鉄スイッチ、今日も元気にやっていきましょう。記念すべき10年目のスタートを、ここで気になるニュースが入ってきました。わあ、スリの銀次の当たり年、最悪だね。そしてちらっと見えてたこのポコン、前回の桃鉄、宮古島目的地で楊貴妃がもうすぐゴールしそうなんですけど、圧倒的に私がもうゴールから遠い。これは諦めよう。もう一回ボンビー食らっちゃうよね。で、なんとかできないかということで、刀狩りカード持っております。誰が何のカード持ってたかな。ぶっ飛びカードっていうのもあるね。ぶっ飛びカードいくか。11億で買い物したいけどな。平野正カードを使うタイミングをやりたいしな。悩むね。ぶっ飛べー。全然違う方行った嘘でしょ。北海道、ポコンは終わってくれたけどもう諦めがつくぐらい遠くに来ましたね。あ、てってけてーだ。てってけていいな。私出たことないもんな。残念。いや、もう次の目的地にこれ期待しよう。うん、諦めて。できればお買い物して佐久間11を。あ、絶好調終わった。誰かレアカード持ってなかったかな。あ、大人様カード、ぴったりカードとか持ってる。エンマがなんかいいカード持ってそうだね。エンマもでも境に行ったね。おお、31億持ってんのか。いや、もう使っちゃおうかだよね。10億持ってるけど。トピックス、みんながすごくお金持ってる時に使いたいんだけど、12億を全部使ってから。いろいろあるけど選択肢ね。うん、刀狩り使ってもいいけどな。特急周遊使いましょう。で、お買い物をねしたい。どうだ、こっち、こっち行ってみようか。あ、デストロイにやられた青森ね。ムツ飲むよ。あ、これ一回買ったよなご縁があるね。ムツ買っちゃいましょう。はい、独占都市。え、日本 三大名城は名古屋城、大阪城、じゃあ姫路城は兵庫県ですよ。全然大丈夫。あ、ゴールしないのかい。するならしてくれてもいいのに。京橋。あ、佐久間さんとかお金どんどん使っていっちゃうよな。あ、閻魔社長、紀ノ国屋。紀ノ国屋はね、カードを、あ、いいなぁ、紀ノ国屋。あ、封筒には2億が入っていた。紀ノ国屋、あの、打ったカードをの、ね、価格をね、お金を後でもら、あの、定期的にもらえるっていうね。紀ノ国屋、宮古島まで91マス、途方もないな。またゴールしないんだったらぶっ飛んじゃおうかな。刀狩りカード使ってみるか。閻魔から物件飛びカード、新幹線カード、封印カード、
お殿様ぴったりカード、他の誰かとぴったり重なる、あ、これもらおう、ぴったりカード、カード買ってきた、特急カード8000万、はい、ありがとうこれ誰か選べるのかな、あ、ゴールした、ここでゴールした、さあボンビーがつくのは私だけど、ぴったりカード使えばいいよね、大人様カード私だね、で目的地がどこかによるよね、あ、北海道わかんない、嘘逆に私近いじゃん、めんどくさいぴったりカードが使いづらいやん、ボンビー持ちながらゴール目指すか、まいったね、誰かになすりつけてからしたいなややこしいことになったね、トピックス7月、タッコのニンニク、エンマ電鉄9000万、臨時収入も価格がだんだん上がってきたね、どうしよっかな、ぴったりカード使う、もうちょっとボンビー嫌だからぴったりカード使うか、ぴったりカードエンマ、どこでもいいや、もうぶっ飛ぶからエンマになすりつけて逃げよう、3人ここに集まってる、冬眠カードやめてー、かわした、よし、佐久間さんもかわして、エンマもか、全員かわした、珍しい、あ、ぶっ飛び周遊、ぶっ飛び周遊ずっと使ってるよね佐久間さん、逆に飛んでったダザイフ逃げたね、ボンビーから、あ、これでくるくる回るのか、ここで、うわー、ぴったり重なられたら嫌だけどな、うわー、10億、これは参った、これまた平のマサカード使うタイミング失ったな、あ、甲子園、和歌山、貴弁和歌山高校、臨時収入7億、甲子園出た、特許カード、やばいな、これなすりつけ合いに負けちゃうよ、これでなすりつけてからここまでしかいけないのか、マジか、赤マスやだな、おい、あ、安い、うわー、出た、スリの銀次の流行り年、4分の1盗まれた、まあ大したことない、平のマサカード使っても、あ、封印カード、嫌なカード、あ、出た、占領箱、え、スリの銀次じゃないのこれ、うわー、ぶっ飛び周遊好きだね、北海道行く、まさか、あ、ちょっと浅いね、浅いけど結構なとこまで行ったな、あ、使い切った、あ、武蔵坊弁慶だ、うわー、羨ましい、宮本特急周遊カード、いやー、もうずっと苦戦してるな、やばい、エンマさんと追いかけっこか、9月、どうしようか、特急周遊使うか、追いつける、4、3、2、あ、届かない、くっそー、逃げられる、あ、物件売られんの、青森餃子やめてくれ、いや、下も、うわ、サイコロ3つでオール6出したじゃん、すげえな、
人。あ、記念戦にいいな。500件目か。500件目ぴったりカードいいな。この人名古屋にいる。お、武蔵。あ、平の魔素カード奪われた。マジか。弁慶。あれ、くるくる回ってるけど。あ、もうこれ追いつけないな。まだでもいけるか。ギリギリ。ハッピーハロウィーンどころじゃないよこれ。待ちやがれー。なんでそんな数少ないの。届かないよ。飛びカード。折り返し運転やめて。 1?1 ならまだいいか。とりあえず追いついてからぶっ飛びたいよね。飛びカードはまあありがたいけど、平のマサカードせっかく温めてたのに。お、佐久間さんは移動系カードなく、シルバーカードって何？ゴールドカードの、あのゴールドカードよりは割引できないやつか。リトルデビル。いや、もっとデビルぐらい与えてもいいぐらいですよ。15億。さあ、あ、ラーメン日本一か。すすきの札幌ラーメン、ラーメン横丁ができたのがすごい古い。3000万、うらやましいなあ。飛びカードの前に、あ、大きい数字出たよ。いけるか。追いつく。よし、追いついた。どっちに行く。ちょっと待ってね。あ、こっちにいるからどうしようかな。逆にこっちに逃げるっていう手もあるけどね。こっち行くか。1、あー、最悪のやつじゃないこれ。128カード、うわー、捨てられないやつなんじゃないのこれ。最悪なん引いた。あ、カード売り場に戻ったのね。ポイントが2倍になる。くー、あ、5出したらどうなる。抜かれて、さあボンビーどうなる。再開カード。あ、特急周遊まだ持ってるよんか。いやー、で私にボンビーがついて、何この3人のデッドヒート。くー、特急カード使い切った。特急カード、いや、128カードが気になるね。みんなメリークリスマスの気分じゃ今年もないですね。ラーメン日本一すすきの、え、128マス進むまで消えないカードです。ぶっ飛んでもダメ。うわー、頼む、サイコロ勝負だ。おー、いいんじゃないこれ。いったでしょ。稚内まで40マス。よし、今のとこ下行ってもいいけどね。もうでも稚内に向かっていくか。1122になったか。128カード。あ、スリの銀次。おい、半分盗まれたー。全然買い物できてないな今年。なんか知らんけどなくなっていってるっていうね。あ、飛んでったけど、あ、四国に飛んでったのね。よかった。意外に陽気比が一番に ついたりしてね。これどうだ、届くか。届かないね。よし、これで私逃げれたんじゃないの。あー、また飛び、あー、飛びカード。カード取られていく。どんどん弁慶強すぎるでしょう。いや、歴史ヒーローいると全然違うなこれ。
あ、東京に、あ、伊能忠敬博物館。うわー、めちゃくちゃ強いエンマ。いやー苦しい。また100年戦争10年目大苦戦しております。皆さん29マスぶっ飛ぶか、特急、まあ、ちょ112カードを減らす意味でも特急周囲でいくか。いや、どんどん弁慶にカード取られていくん、きついね、これ。これでいくか。どこ？赤、赤、青か。こっち行くか。北海道上陸。特急周遊もうラスト1枚。楊貴妃はもう買い物するつもりも、あ、ヘリポート。おお、一気に北海道来たー。楊貴妃一番近くなったんじゃない。再開カード、何それ。どれですか。絶好調になる。あ、佐久間さんって今最下位だったっけ。そうだよね。出たー。でもボンビーだけどね、佐久間さん。通常の5倍、サイコロは6個。どんな攻撃系カードも跳ね返す。恐ろしやー。ボンビーやっぱりつけずになんとか戦う、戦っていきたいね。うん、もうキングボンビーは嫌だ。あら、追いつかれてボンビーつけられた私に。マジか、参ったな。で、私から奪った。あ、みんな北海道に着いた、すげえな。あ、北海道じゃないね、恐れ山、青森ですね。あーで、100人に1人無料サービス。どんだけラッキーなのよ。周遊系カード買って、2月ラーメン。楊貴妃いいな。稚内まで18マスか。行くか。6318出たらゴールだけどね。そんなに甘くないよね。とりあえずなすりつけとかないとしょうがないよね。カード駅扱い切った。うわー、あ、ぶっ飛びばっかり、もう同じのばっかり。いや、みんな豊富に持ってるな、移動系カード。された。さあ、みんな稚内に集結してきた。大苦戦だね。ナイスカード駅になってるし。え、これゴールするんじゃない、もしかして。あ、ゴールしたかすげえな、佐久間さん。それでこそね、ゴーク。あ、佐久間さん、それでもビリだからイエローカードをもらったと。いや、まあそうですよ、私まだ最下位じゃないからね。前向きに行こう。静岡県、静岡、次の目的地ちょっと紹介しておこうか。静岡旧都市71物件、テレポカートカード奪った。弁慶すげえな。静岡、ペリーがいますね、下田に。ただこれなんかペリーはね、ジョン万次郎を四国で手に入れてないと登場しないんですよね。あと徳川家康708億。まあこれはまだまだ先ですね。お得物件はそうだね、
1000万の物件はたくさんあるけどね、うなぎクッキーとかね。さあ、まあ静岡にたどり着いてないから紹介してるけど、ちょっと全体見て、1エンマがトップでだけど、まあ一番近いといえば近いですね。いやもう私にはぶっ飛びしかないからな。北海道、ちょっと待ってね、虫眼鏡がこうか。あ、特集カード売ってるけどな。あ、ぶっ飛び周遊カードっていいね。入りたいけどな。まあぶっ飛びますか。たまにはホールインワンとかもいいんじゃないの。あ、角度まあまあいい角度ですよ。ちょっと行き過ぎてるな。いやだいぶ良くないな、これ。九州まで行ってんじゃないこれ。あっちゃ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 、広島まあまあどうだろう。ちょっと行き過ぎてるな。贅沢は言えないか。ゾンビついてないからね。虎視眈々とチャンスを狙おうぜみんな。普通のカード駅がナイスカード駅になってるもんな。トウモロコシ、あ、きっちり買い物して終わりか、決算前に。で、移動系カードはバッチリ。うわ、456ってだいぶ進むなこれ。日立なんか、エンマ社長もきっちり買い物して終わりだね。うわ、君が全てカード、知らないな。知らないカードまだありますね。うわー、大苦戦の SL 決算、苦しいね。どうなりましたか、ヤシャ姫。一応あらま、収益再開。しかもこれ三つどもえですね。2位争いすごい面白くしちゃったな。エンマが一強で、一強三弱、1年で30億入ってくるってすごいね。さあ、ソシさん見てみましょう。あー、3位になってしまいました。まだでもエンマが飛び抜けてますね。220億。チャンピオンエンマを誰が追いかけるか、そんな感じになってきました。まだまだ心折れてませんよ。次回もお楽しみに。目指すは静岡。それではまた、さよなら。